サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れてらっしゃる名古屋 FC 代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者インタビューする番組となっております。よろしくお願いします。はい、よろしく。まあ中学生や大学生の育成年代に力を入れすぎて調べてきました尾崎です。よろしくそんなことないけど。いやいやいや、最近さ、はい、その今日もあなたの話したけども、テレビではさ、熱中症に気をつけてくださいって、あの情報番組で必ず最近はさ、はい、あの見てるとさ、はい、情報番組で熱中症熱中症って言って、必ず高齢者の方は暑いからあまり出ないようにって、夏になると必ず言うじゃん。はい、言ってますね。クーラーの入った部屋でね、はい、あの過ごしてください、部屋の中にいても熱中症にはなりますよ。俺朝から晩まで外に出とるぞいって。そらそのしなびてくて、やっぱりこのね、まああの色も黒いし T シャツも黒いし、はい、しなびたのがわからないように、なんとか頑張って喋りますんで、はい、今日の テーマを教えてください。はい、今回は、うん、選手目線ではなくて指導者目線なんですけど、はい、指導者のあるべき姿というのをテーマに。あのね、はい、僕が言うと、あ、宇崎さんって言う人もお見えになるかもしれんけども、はい、僕はとにかくまず育成年代だから、はい、それこそ、まあなんて言ったらいいかな、嘘も方便って社会人自体にね、はい、覚えたこともあるんだけども、はい、そういうことわざがあってね、嘘も方便ってね、はい、だけど13、14、15歳中学生、ジュニアユース、はい、その前に10、11、12、いわゆる小学校の 4、5、6年から僕は指導者のスタートしたんだけれども、はい、指導者のあるべき姿は、はい、まあ子供に対して、はい、その真剣にまず向き合うこと、はい、サッカーよりも人として真剣に向き合うこと、まあこれがジュニアユースだろうが大学生だろうが、はい、当然なんだけども、これがプロの指導者になってもやっぱそこは人として真剣に向き合ってね、いろんな性格の方が見えるし、いろんなこう能力の人もいるし、はい、いろんな考え方もあるから、その凝り固まることのないようにできるだけオープンマインドでこう受け入れるっていうことを僕はやっていくべきだって最近よく思う、はい、でも振り返ってみたら受け入れない時代もあったんだけども、はい、こらーっつって言ってね、その怒ってきたことはあるんだけども、はい、その怒った内容はサッカーのことではなくて、はい、人としておかしいんじゃないのっていうことについてはかなり怒ってきた、はい、うん、今もそうじゃんね。そうですね、はい、ね、だから結局そこをしっかり抑えないと、こうサッカーという競技だろうが、はい、他の競技だろうが僕は伸びていかないっていうふうにいつも思って人として接してるわけね、選手とね、はい、だからこう教える側の人間としてはあくまでこの子は伸びたいと、こう伸びていきたいと、上手くなっていきたいというふうにしてこういるわけだから、はい、ある意味エンドレスなんですよ、はい、うん、育成年代であれば、いつも言うと小学生も育成年代、大学生も育成年代、はい、22歳でも大学生であれば僕は育成年代、はい、ね、22でプロなんかいくらでもいる、はい、プロはプロっていうふうにいくと、育成年代の選手についてはどこまで行ってもその教えてあげるべき、
はい、っていうのが、だからそうすると人として真剣に向き合うことがまず指導者として最低限もう必要不可欠。はい、うん、まあ振り返ってみるとそこはやっぱりやってきたんだろうね、長いことやってこれるということは。はい、うん、であとはね、嘘は言っちゃいかん、嘘も方便って言ったけどその、ね、はい、なぜかというと無垢な子たちだから、預かったのは最初12、13、14、15ぐらいだから、はい、こう僕らの言うことを信用して一生懸命やるわけですよ、はい、そうするといい加減なことは言えないなと、うん、だからこれはやっぱり僕らがしっかり学んで情報も収集して、これやると必ずあなたの能力は開花しますよとか、はい、サッカー上手くなりますよと、チームとして強くもなれますよと、チームワークもできますよっていうことを教えるわけじゃない、はい、そうすると変なこと言えないじゃん、本当に子供を真剣にやっちゃうもん、はい、大学生ぐらいだとこれ首かしげるやつはいるよ、はい、か首かしげるやつがいないようにやっぱり情報をちゃんとしっかり収集して、でプラスになることをしっかり言わない、はい、マイナス、こういうことやるとマイナスになるよ、こういうことやるとプラスになるよって言ってちゃんと裏付けを取って、はい、うん、いうようにしないと、うん、いい加減なこと言ってたらいい加減な子しかできない、はい、だからこの年代は、育成年代はやっぱ大変だなって、どこまで行っても教えてあげなくちゃいけない、はい、まあプロはねある程度こう終着点に近いわけだから、うん、まあ教えてもらうっていうことがあったとしても、こう自分のこう感性とか自分の努力でのし上がっていく世界なんでね、はい、ちょっと違うと思いますけども、はい、まあ指導者は真面目に人と選手と向き合うと、はい、に尽きると思います、はい、はい、ということでありがとうございました、はい。